今日午前、札幌市西区で自転車に乗っていた高齢の女性が乗用車にはねられ死亡しました。乗用車はその場から逃走し、およそ1キロ先で複数の車と衝突しました。高齢女性が運転する乗用車が暴走したとみられています。今日午前9時過ぎ、札幌市西区西の四条9丁目付近の交差点で、自転車で横断歩道を渡っていた高齢の女性が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡が確認されました。横断歩道を渡ろうとしている自転車のおばあちゃんを直進車がはねたって感じですね。車が赤だったと思います。で、そのまま行っちゃったんですかね。逃げちゃった。はい、痛いですね。乗用車はその場から逃走し、およそ1キロ先のハッサム6条9丁目付近の交差点手前で複数の車に衝突しました。目撃者によりますと、猛スピードでぶつかっていったということで、この事故でもけが人がいるとみられています。警察によりますと、乗用車を運転していたのは高齢の女性で、警察はひき逃げの疑いで詳しい状況を調べています。